かし、貴様の惜しみない探求心と努力と、このキラ様と戦うために日本に来たことを評価して、今日は引き分けにしてやろう。あかんわ、キラやり直しや。そこはちゃうで、もっと激しく突っ込み入れなあかんとこやで。自分な、今まで一遍でも引き分けとか言うたことあったか。キラ、ヘタレになってもうたな。おいキャシー、ヘタレだ。このキラ様か。覚悟はいいか。今から泣くまで殴りまくってやるわ。せや、それでこそキラや。全部全部受けたるで。うちの何話のど根性に火がつくで。これまでに私の希望を満たすマテリアルには届かない。歪みが近いのに期待外れですね。こちらで何を。ここは立ち入りに許可が必要なはずですけれど。お構いなく、もう用は済みましたから。あなたにも気をつけなさい。何の話ですか。あ、はい、すいません、ディレクター、大丈夫です。こちら現場の兵道です。ただいま江戸川地下巨大放水路、通称地下神殿に来ています。この地下約50メートルの広大な空間に、最近各地で多発している現象に酷似した現象が発生しているとの情報を。今のはまた。はい、避難。すいません、スタジオにお返しいたします。避難って何なんですか、ディレクター。それと私、これじゃレポーターじゃないですか。関東大崩壊まであと2日。お前のことは嫌いだけど、素直に謝れば子分にしてやってもいいぞ。そんな生意気なチビだ。今私は猛烈に機嫌が悪いんだよ。泣かされたくなかった。とっとと失せろ。お前口悪いな。頭の悪さがにじみ出てるぞ。バカバカバカだと。教えてやるぞガキ。このキラ様をバカ呼ばわりしたやつはクソバカなんだよ。よく覚えとけ。歩かなよ。つべこべ言わずにその力を私によこせ。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら引け。スタンバイエンジェルファイト。やりやがった。
嫌がって、ヘイヘイ、とっとと起きろ、逃がさん、引っかかったな、黙れ、弱い弱い、弱すぎるわ。大きな命に輝きが詰まって、無限の可能性を秘めたマテリアルかどうか、せっかくですから見せていただきましょう。あ、カメラさん、あれを。今何か光が上に、縦方から外へ。確か同じようなものを1ヶ月前に新宿のお城で。ディレクター、外へ急ぎましょう。前の再現度なかなか凝っている。そう、次元の歪みを拡張する結果、この地域で最も精霊界に近い時空、霊峰富士の上空ならではと言えるかな。となれば当然貴様の登場か。面白くなってきたじゃないか。そう思うだ、ミルドレッド・アバロン。久しいね、大道寺君。私は光のアルカナ・ミルドレッド、アンジェリア・アバロンの守護聖人。今の私ならここを中心に境界溶融現象を引き起こすぐらいはそうさまない。姉さんが望むなら。よくやった、精霊界にゾクゾクエーテルが流れてるぞ。お姉ちゃん大満足。で、お前どうするんだ。私は原始の世界っていうのが見たいんだ。物質界と精霊界が一つになる世界だな。お前らみたいな化け物になりたくもないし、化け物ばっかりの世界にも興味はない。私が征服する世界に余計なことをするな。ふん、私アンジェリアと妹ミルドレッド、最強仲良し姉妹の邪魔をするお前は死刑だ。